はい、どうも、塾長の矢口です。どうも、こんにちは。ですね、まあ、テストが終わりますと、夏期講習があります。夏期講習って、受けた方がいいんですかとか、まあ、こう、一般的にも、まあ、受験生だと非常に大事。で、まあ、受験生以外だと、総復習にしたりとか、あとは、苦手分野を埋めたりとか、先取りする子とかもいたりとか、まあ、学校の宿題で潰れる子もいるんですけども、まあ、どういった使い方をするのがいいのかなっていうのを、まあ、ちょくちょくやっぱり相談を受けます。なので、一般的なお話を、まあ、このちょっと動画でさせていただいて、で、また別の動画で、いの塾の夏期講習についてちょっと説明させていただきたいかなと思います。まず、まあ、受験生ですよね、やっぱり。受験生の夏期講習っていうのは、まあ、受けた方がいいですかとか、自分でやってもいいんですかとか、まあ、宿題もあるんでとかっていう話やっぱ聞くんですけども、基本的には塾の夏期講習は絶対に受けた方がいいと思います。まあ僕、あんまり YouTube 見ないんですけども、教育 YouTuber の方で夏期講習とか冬期講習とか、まあ、春期講習もそうなんですけど、受けなくていいっていう話を、まあ、受けなくても自分でやれば、いいよっていう話を言うんですけども、その通りなんですよ。その通りなんですけど、それができる子って100人のうち多分5人とか10人もいないと思うんですよね。まあわかると思うんですけど、成績優秀者だけぐらいしかやっぱできない。しかも高校生ではなくて、それ大体多いのが小中学生でそんな人数なので、まあ、夏期講習は、まあ、やっぱり、保護者の方としての懸念は、まずはやっぱり一番最初に来るのはやっぱり料金。あとはそれに対しての費用対効果っていうものはあると思うんですけども、基本的には、強制的にやっぱりそういった演習をさせたりとか、理解をさせたりとかするっていうものは、夏にはやっといた方がいいと思います。ただ、受けすぎには注意かなっていうのはあるので、まあ、それの説明もちょっとさせていただきたいと思います。基本的にはやっぱり夏期講習っていうのを塾が提示したものに対しては、まあ、もちろんその疑問点とか不満点とかもあると思うんですけども、受けた方がいいとは思います。で、ここからちょっと話がずれるんですけども、集団塾と個別指導塾の話の中で、夏期講習で受けた方がいいっていうのは、今お話ししてるのは集団塾の方なんですよ。なので、塾が提示したものは、基本的には受けた方がいいっていうのは僕の考え方としてはあります。ただ、個別指導塾は違います。個別指導は、まあ、言っていいのかどうかわかんないんですけど、やっぱり、個別指導塾のノルマみたいなのがあって、で、それで、制度に対して意味がない、授業、コマスっていうのを取らせたりとかもするので、なので基本的には提示しているものは受けなくてもいいと思います。ただ、守ってほしい点が個別指導はあります。1点目は、教科を5教科にしない。5教科も個別指導塾で演習っていうのはできないです。なので、絞るのは2教科。多くても2教科か3教科。3教科まで行くと、もうその子の実力が出てしまうので、僕は2教科がいいと思います。で、残りの3教科どうしたらいいかっていうと、教科を、自分でできるもの、できないもので分けます。例えば、教えてもらっても教えてもらわなくても変わらない教科、例えば国語。こういったものは、なるべく塾で授業として取らないことです。あとは、数学とかでもう苦手っていう子は、そういうのは取ってもらった方がいいと思います。ただ、社会とかの暗記系のものとかは、なるべく取らない方がいいんじゃないかなと思います。なので僕が取った方がいいなっておすすめは、英語、数学、まあ、理科はその子次第なんですけども、理科も一応その一つとして。で、全分野を大体個別指導塾っていうのは提示します。もう1年生から2年生、3年生のものとか、全分野とか、もう本当になんか無駄に伸ばしたりとかされるんですけども、基本的に考え方として、本当にその子が全くゼロの状態であれば、一分野に対して1週間から2週間は最低でもかかってきます。なので、例えば3分野したいなと思ったら、もう3週間、4週間は絶対平気でかかってくるっていう考えになってください。それで、例えば中3だったら、もう、全、週間、で、しかも、週2回か週3回を同じ教科でやってほしいので、そういったコマ数の取り方をしないと、結局お金払っただけって意味がないっていう。
書き講習が無駄っていうよりは、どちらかというとその取り方が間違えてしまって無駄に終わるっていうのがあったりとかします。これは別に小学生、中学生変わらないです。小学生も中学生も一緒です。で、受験生っていうものになると話はまた少し違ってくるんですけども、それでも、教科はやっぱり1教科か2教科に絞っちゃって、で、個別指導は取るっていう形にしてもらった方がいいと思います。もうよく僕らの塾で何十万、夏期講習に払いましたとか、まあ、本当に大きい人だと、冬期講習で100何万ぐらい払いましたとかっていう、保護者の方いらっしゃるんですけども、基本的に、塾のものを全部取ればいいっていう考えではなくて、その子に必要なものを選んであげるっていうのが大事になります。ただ、親がそれを分かるかっていうと、やっぱ分かんないです。で、それを、まあ、あんまりちょっと言いたくないんですけど、私分かってるわみたいな感じで、なんて言うんですかね、言い方悪いと、その、子供をやっぱり毎日勉強の姿を見てたりとか、分野とかをしっかり知ってるわけじゃないのに、それを知ってるわみたいな形で、私の考えた取り方で取るわっていう方は、大体失敗します。うん、僕らの塾でも、まあ、お母さんっていうよりは、どっちかというとお父さんの方がやっぱ多いかなと思うんですけど、自分がこう、今までこういった勉強をしてきたから、子供にもこういった勉強を進めたいとか、っていうのを強制的にやっぱやっちゃうと、子供っていうのが自分の勉強パターンと合ってないっていうのは、まあ、結構多いんですよ。わかりやすく言うと、暗記が書いて覚える、読んで覚える、見て覚えるって3パターンあったとして、親は書いて覚える。でも子供は見て覚えるとか、だともう全然覚えれなかったりとか、それでもう、なんでお前わからんのだみたいな話になってきて、喧嘩になるっていうのはもうよく聞くので、なので、できたらやっぱり塾の先生とか、まあ学校の先生だとどうかなと思うんですけども、まあそういった第三者の人に相談するっていうのもそうだと思いますし、あとはまあ塾の先生がすごく頼りになるんだったら、塾の先生にやっぱ相談してもらうのがやっぱり一番いいかなと思います。まあ大手とかになってくるとやっぱりそんな生徒一人一人見ることできないので、なので、まあ家庭教師の方とか、なんかそういった方とかに、こうちょっとどうですかねって相談してもらう方がいいかなとは僕は思います。で、夏期講習っていうものの使い方としては、一番いいのは先取りはダメです。なので、復習に当てましょう。で、中3とか、まあ、中学受験生とか、高3もそうなんですけども、こういった子たちっていうのは、成績上げるぞっていう気持ちで、多分夏に行くと思うんですけども、まあ、大きな間違いです。基本的に成績を上げるんじゃなくて、今の土台をしっかり固めるっていうのが夏だと思ってください。成績を伸ばすのは秋とか冬なんですよ。夏で伸ばすっていう考え方はちょっと違います。早すぎる。だから夏終わった時に大体模試があるんですけど、模試で成績伸びてない、ああ、もうここの塾ダメだ、わーって やめちゃうのは大きな勘違いです。夏に成績伸びるっていう子は、よほどその土台をしっかり春とかに固めておいて、夏に演習をした子です。基本的には夏はもう土台をしっかり作る。だから塾の教材とか見ると、基本的には基礎ばっかり。標準問題や応用問題をたくさんやるっていう塾は、それなりの、春とかに対策を取ってるような塾になります。で、夏って何日ぐらいあるかっていうのはご存知ですかね。まあ、パッと考えてもらうと40日ぐらいあるんですよ。40日で5教科全部やるとか、無理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 。無理です、無理です。うん、毎日勉強したら、まあ、いけなくもないんですけども、まあ、5教科はちょっと厳しい。なので、まあ、やっぱり夏は3教科4教科に絞っちゃってあげる方が良かったりとかします。自分で勉強するっていう考えであっても。で、じゃあどうすればいいんだって、残りの2教科はどうすればいいんだっていう話なんですけど、これはまあ僕が塾講師になる前から、まあ、知ってた言葉なんですけども、夏とか冬とか春とかに、よし頑張るぞって言ってコース表とか、なんかこうどうで勉強しようかって言って自分でスケジュールを組み立て始める子っていうのは、こういったやつは大体落ちるぞと、うん、今お前がやらなきゃいけないのは今だって言って今やれと夏になってから頑張るんじゃねえぞと、うん、それはもう本当に僕らの塾でもすごく感じます。なので僕らの塾は7月1日から夏期講習が始まって8月の終わりまで2ヶ月間あります。理由は、もう、夏だから頑張るとかじゃなくて、もう今頑張れよっていう形でやってもらってます。
心機一転頑張るっていうのは保護者の方の、なんていうんですかね、その、言い訳ではないんですけど、なんていうんですかね、その、いい取り方っていうんですかね。うん、子供は、まあまあまあ、もう、じゃあ夏なんだから心機一転頑張りなさいよっていう、なんか言い方なんですけど、それは僕は違うと思います。心機一転頑張ってすぐできる子になるかっていうと、そういったわけではやっぱないので、なので、今頑張れと。夏になる前から頑張れと。今日頑張ってないやつが明日頑張れるわけないと。うん、なので、今日頑張りましょう。今を頑張りましょう。それがやっぱり夏に入る前にやっておくことだし、夏成績上げたいんだったらそういったのをやっておくっていうのが大事かなと思います。なので、夏期講習っていうものの使い方としては、まあ、基本的には、その塾の提示してもらったものを、まあ、鵜呑みにするというか、まあ、それを言われたらその通り取ってもらった方がいいかなと思います。保護者の方で勝手に判断するっていうのは、まあ、塾のカリキュラムもやっぱあるので、そういったものが結構無駄になったりとかするっていうのもあります。うん、僕らの塾でも、なんだっかな、その通学をこの子やらなきゃいけないけど、でもやっぱりもう部活があるんでとかって言われて、で結局数学はできなくて夏終わっちゃうとか、まあ、学校の補習があるんでとか分かるんですけども、でも夏終わってもそれ苦しみますよっていうのを言うんですよ、うん、なのでしっかりまあやっぱり夏はやってもらった方がいいかなと。あとは全部復習に当てるっていうのが大事になります。先取りはダメです。なるべく先取りはしちゃダメです。やってもいい子もいるんですけども基本的にはダメです。あとはまあ夏に入ってから頑張るんじゃなくて、やっぱりもう今から、うん、6月、7月ぐらいですかね、もう頭ぐらいから頑張るっていうのはやっぱ大事かなと思います。受験生は本当に心機一転頑張るっていう言葉はおかしいです、うん。1年間っていうマラソンを走らなきゃいけないので、なのでその時だけダッシュすればいいってわけではないので、なのでしっかり今から頑張ってください。以上です。